ポスクマは日本郵便のオリジナルキャラクターである。2012年9月21日発行の切手、秋のグリーティングから登場したクマのぬいぐるみの郵便屋さんである。日本郵便の切手デザイナーである中丸瞳がデザインを行い、テディベア作家の町田節子が制作を担当した。首に赤いリボンを巻き、郵便番号マークが縫い付けられた青色の帽子と、 カバンを身につけている。好きなものはお花と朝食の蜂蜜トースト。当初は春のグリーティングと秋のグリーティングの切手のみ登場してきたが、後日の通り日本郵便のキャラクターとしての展開も進められている。2013年9月19日発行の切手秋のグリーティング以降に登場した新しいキャラクター。ポスクマに引き続き町田が制作を担当した。 一家は2015年9月11日発行の切手、秋のグリーティング以降に登場した新しいキャラクター。町田はグリーティング切手用にピンクのテディベアも制作していた。ピンクのテディベアは名前が与えられないまま二度グリーティング切手に登場してきた。このテディベアはジャムとして2014年9月5日発行の切手、秋のグリーティングと同時発売のぬいぐるみ。 ストラップの発表に際し、正式に仲間入りを果たした。ありがとうございます。